Hey! Hoyo Minasan, c'est Kensho. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur Tal of Berseria pour continuer mes aventures. La dernière fois, on avait défoncé le navire, on avait battu quelques bestioles. Et là, on va ouvrir avec la clé qu'on a récupérée dans l'autre épisode pour pouvoir passer cette porte. Donc c'est parti, allons voir qu'est-ce qui se cache derrière. Yoshi, aïta! OK. Plante au fond. Je prends la plante. Voilà. On va pas faire. Je vais pas tuer tous les monstres que je trouve sur mon chemin quand même. Enfin, une partie, il faudrait que je les défonce le plus fort. Du coup, je vais les laisser tranquille, je pense. Ok, là. Attends, un coffre. Hein. Ok, il faut activer le truc. これがもう開ける仕掛け。一つ目のだ。開門は巨大な二枚の扉だ。開ける仕掛けも左右に二つある。なるほどな。さあ、よし。もう一つの仕掛けを探すわよ。あの、シャシェルゼンル、シャン、ルディ、ほら。ここだ。クイック、ディエンディング。このメタルフィール。ディエンディング。効果的ディエンディング。効果的ディエンディング。邪魔よ。ディエンディング。9発で死っちまった。痛みを忘れ。効果的ディエンディング。クイックネス。効果的。 Là, si je passe les cinématiques de fin de combat, mais en fait, c'est toujours pas aussi, toujours les mêmes. Il y a juste quand une nouvelle s'affiche, je la mets. ここだ。ウィンドブ効果的炎冷却。効果的炎冷却。効果的炎冷却。全力で答えたが、やりすぎたか？ Celui-là.
この手、攻撃、エレン、 Ouverture de la porte. Yes. Allez, c'est parti. Ban El Tiago to go lieu sur. Funatsuki bani oriru zo. Je suis passé par là, mais je sais pas si c'est par là qu'on peut partir. Ouais. 35. Qu'est-ce qu'on donnait ? On avait trouvé un milieu. Joue rose. Ok, d'accord. En fait, c'était juste pour ça, c'est tout. On peut pas passer par là. Ok, d'accord. Pas par là. Ok. Est-ce qu'on doit remonter ? Merde. Alors si vous dépensez 3 niveaux de votre jauge de puissance, vous pourrez seulement lancer une harpe ultime, mais également gagner une âme de plus et vous pourrez gagner un artiste où vous aurez plus de chance de tenir un corps. Ok, utilisez LT. Ok.効果的炎冷却、なっちまった。効果的炎冷却、容赦しない。決めないけど。刻んで果てろ。リーソルペイン。行くわよ。こいつも5万秒に。だが前より随分マシだ。 効果点、ディエンレイ脚、効果点、効果点、効果点、ディエンレイ脚、効果点、効果点、ディエンレイ脚、効果点、ここだ、ナイスクス、ディエンレイ脚、効果点、ディエンレイ脚、効果点、効果点、ディエンレイ脚、効果点、効果点、ディエンレイ脚、効果点、逃しはしない、ジェットブリッジ、 効果点、逃しはしない、ジェットブリッジ、効果点、ディエンレイ脚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 、効果点、ディエン
バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても？俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。うん。OK。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。うちで済むかな。死神に保証してほしい。What? Il est pas mort lui? Saucisson, j'ai compris saucisson. Elle est... お見事。まずは命の恩人への感謝が欲しいな。いやいや、触るなって言ったのに大砲いじって暴発させたんでしょう。そうじゃか、あれはいい暴発じゃよ。ごめんなさい。ちゃんと持ってなさい。そんなに大事なの。貸せ、進路を出す。なら、お前が羅針盤を見ろ。うん。ただし、読み間違えたらサメの餌にするからな。しっかりね。あの、ライフィセットって…名前よ、あんたの。僕の名前…ライフィセット。いい名前じゃないか。紛るほどじゃないかな。海峡を抜けるぞ。進路を取れ、ライフィセット。うん。進路はローグレス。いやあ、新鮮だな。まともに港に着けた。
坊や、よかったの、サメの餌にならずに済んで。うん、よかった。いいの？海賊船がこんなに堂々と。北の海はいかがでしたか、アイゼン副長。ヘラビーサと見晴らし台が沈んだ。当分、ノースガンド領の流通は大混乱するはずだ。それは耳寄りな。早速手を打たせていただきます。船長の手がかりがあったと。はい、だいぶ前の噂ですが、アイフリード船長はタイタニア島に送られたと。タイマ氏が管理する監獄島だな。わかった、行ってみよう。いつも通り我が社の商船として停泊届を出しておきましたが、お気をつけて。ローグレスで盛大な式典があるそうで、ここも人目が多くなっておりますので。なるほど、情報がボラードの見返りってわけだな。情報が見返り。最新情報をいち早く教えてやれば、商人は儲ける機会を得られるでしょう。だから海賊でもかばってくれる。アイゼンたちはあちこちの港にこういうコネを持ってるんだろうな。清涼の規律でも人の欲までは縛りきれんということじゃ。そうなんだ。監獄島に行っても無駄よ。アイフリードはそこにはいない。なぜそれを。私は監獄島から脱走してきたの。監獄の囚人が言ってた。この島から生きて出たのはアイフリードだけ。メルキオルというジジイの大魔師が連れ出したって。メルキオル様は特等大魔師で清涼の長老。いつもは本部にいるはずだよ。様はいらない。海賊バン・アイフリードは俺たちの船長だ。あいつの失踪には清涼の上層部が絡んでいるようだな。その本部とやらはオートにあるのかの。うん、オートのローグレス離宮に。行ったことないけど。ベルベットの目的もそこにいる男だろ。目的は同じというわけだな。謝らないわよ、巻き込んでも。それはこっちのセリフだ。さよ。ところで、お前たちの船だな。あれも仲間が乗り込んで開門要塞を抜けた。うちの探索船として使わせてもらうぞ。好きにして。勝手に乗ってきたものだし。探索船って。探索船の担当はベンウィックだ。あいつから説明を聞いてくれ。アイゼンに頼まれたんだけど、探索船って何なの？異界を探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガンド王国の外には異界って呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ、うん、そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図。そうだ、全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。異大陸まで。おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大な異界の探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用ってどうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りにバンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという電車帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし、何より面白そうだ。そうね、運の責任を取らなくていいなら
手を貸してもいい。じゃあ説明するからやってみてくれ。OK. Alors, expédition est ajoutée au menu. Voilà, OK. Vous pouvez envoyer votre bateau de reconnaissance explorer les mers intérieures pour lancer une fois. OK, envoyé. OK. Ok, d'accord. Cool. あとは報告を待てばいいのね。何が見つかるか楽しみだな。お宝を乗せた沈没船とか海底遺跡とか無人島とか新航路も見つかるかもしれん。そんなのより美味しい魚がいいわ。きっと高く売れる。じゃよ。マグロとかブリとかチョウザメとかの。Ah, c'est là. Ah, je te jure. Qu'est-ce que c'est lui ? Passion en taille, qui est genre. Copain, on va essayer. C'est quoi ? Il faut dévoiler le machin ? Ok. Yale. Yale. いくわよ。効果的エネルギー。その手効果点。次、効果点。次、効果点。やれやれ。いくわよ。そこだ。食らいつく。次、やれ。ほら。ウェイ。いくわよ。 Merde. À quoi ça sert un jeu? Tony Nord Ninja. Néant, peut être. Ok. Ok. いくわよ。ここだ。食らいつく。次、効果点。邪魔よ。効果点。せっ、そこよ。効果点。次、効果点。やれやれ。いくわよ。効果点。ここだ。食らいつく。そこどけ。敵炎連結。効果点。そこどけ。 Je sais pas comment. On va quand même tenter une dernière fois le niveau 2. Non. Bon, on va tester quand même l'autre. C'est quoi l'autre? C'est une folie. Ikuwa yo. Soko da.
凄さって知ってるか？知ってる。焼いてうまい、鍋でうまい、カニ味噌もうまい。実は足はごつい10本ある。まあまあだね。だが本当の凄さはあの驚異的な再生能力にある。カニは敵に襲われたりすると自分で手足を切って逃げることができるんだ。自節って言うんだよね。さらにしばらくすると手足が切れたとこから同じようにまた手足が生えてくるんだよ。マジか。じゃあたくさんカニを飼育して脅かして手足を自節させれば。そうなんだよ兄弟、収穫し放題ってわけよ。これはまだ誰も目をつけてないぜ。なるほど。おかげの尻尾だけだと思っていたが、カニの手足も再生するんだな。トカゲ、ダイルの尻尾も再生するかな。切って売ったら儲かるかもしれんぞ。え、美味しいの？わしらそんなわけないでしょ。n'importe quoi。ご存知ですか？マーカス海賊団が王国海軍に討伐されたそうです。とうとうマーカスまでやられたか。これで王国を震え上がらせた四大海賊団もアイフリード海賊団を残すのみですな。海賊なんて腐るほどいるでしょ。こそこそと民間の小舟を襲うような小物はね。でも海軍に喧嘩を打って、しかも勝てる海賊などもうアイフリード海賊団しかいません。つまり今海を自由に渡れる船はバンゲルティア号くらいのものってことか。商人のくせにやけに海賊の肩を持つのね。こいつは悪徳商人だが、利だけで動くわけじゃない。単に利を求めるなら俺たちを売った方が儲かる。でもそれじゃつまらないでしょ。逆目に張って儲けてこそ商売は面白い。妙なやつだな。だからアイフリードはこいつをボラードに選んだんだ。こんな人間もいるの。Dernier endroit, je sais pas, il y a un truc là, non ? Kaze mo shio mo zekkou na no ni, fune o dase nai nante. Nande da ? Shukkou zureba ii daro. Ii wake aru ka ? Seiryou no koukai kyouka ga orite nai ndakara. Kyouka ga iru no ka ? Kuni wa senpak no kouro to出入港を厳しく統制している。まるで海を平野門で閉ざすようにな。なるほど。ミッドガント王国は複数の大地領で成り立ってる。そして
領を行き来する方法は船しかない。船を抑えれば人や物、情報の流れを全部管理できるってことか。その通り。事実、奴らはボーティガンなんてものまで作りやがった。不自由だが必要なことだ。海にだってゴーマは出る、そしてゴーマに対抗できるのはタイマシ様だけなんだから。だとしても気に入らねえな。風と潮以外に船乗りが従うものがあってたまるか。OK。Ah, un coffre de châle, tiens, intéressant. Miaouhou ! Il donne quoi ? Rien ? Ok. Hmm. 75 âmes. Ce petit Neko qui chie partout. Allez, go. Miaou. Ok, alors là, je crois qu'il faudrait que j'aille là-bas. Et ça sera dans notre épisode. Bon, allez, je dis à plus tard pour un autre épisode sur Tal of Bessaria. C'était Gachot. Bye.